こんにちは。あれ、片岡さんが来シーズンヘッドやるんですか、一軍の。どこやろな。びっくりした。これスポーツ報知さんが報じてびっくりしたんですけれども、来季の組閣で井上和樹さんを中日がリストアップしていることが分かったというふうに報じていて、2軍監督として井上和樹さんを招集する。でそれに伴い片岡2軍監督は1軍に行って、ヘッドコーチに来て、落合さんが投手コーチに専念するっていうふうな記事が出まして、って片岡さんって。いや俺前々から思ってたよ、なんで早く片岡を横に置かないのかなって、はい、一番意思の疎通ができるのが、片岡であって、一番その頼りになるのも片岡だろうなっていうふうに、立浪のね、今中日が光が見えないっていうふうに俺は言ってたけども、シーズン途中でもいいから早く来季の姿をファンに見せてあげた方がいいんじゃないのかなっていうような気はしたけどね、これは実際に片岡さんの招集ヘッドへのは結構信憑性があるんですか？だからちょっとこれ分かんないな、まだ、はっきり言って。特にまだ話してないですもんね、片岡さんとは。まあ監督とはじっくり話をしたけどね、久しぶりに、まあだからいろんな形を考えてたよ。だからまだ決定ではないだろうし、まあでも俺の名前も出てきたし。ちょっと待って、ヘッドやってみますかみたいな。ヘッド、片岡さんじゃなくて。いやいや、そうじゃなくて。そういうね、まあ、冗談を交えながら、話をしてきたんだけども、組閣に関してもまだ迷いがあるというかね、悩みがあるというか、立浪監督がこういうふうにしたいからやってくれって言ったら分かったっていうふうに、言ってくれる人間ばっかりだと思うよ、周りはね、だけどヘッドに置くのか、それとも井上の阪神時代のヘッドという経験を買うのか。あ、片岡も金本のヘッドでいたからね、だからそのどっちのヘッドの方がチームがうまくいったりだとか、選手間でうまくいったりだとか、そういうのはこれから見極めるかもわからないな。そうですね、だから候補ではあることは確かだと思う。片岡さんも、いやもちろんもちろん、もちろんもちろん、だから最初の構想としたら、片岡ヘッドっていうことの方が濃厚かもわからないけども、これはやっぱりどういうふうな配置をした方が今の中日にではベストなのかっていうことを考えながら、ヘッドに置かれた人間だからいいとかじゃなくて、どういうふうにうまく回るかだから、これは。だからそれはね、決定事項では俺はないと思う。ただやっぱり何かしらの配置転換だったりとか入れ替えだったりかはあるのかなっていう気は、それはそうだな、あるだろうけどもね、ただその井上を呼ぶっつってもさ、立浪監督が3年契約であと1年しかないって、だからなかなか来にくいよね。そっか、今の自分の仕事もありながら、これは3年ってなってくると、じゃあ3年間一生懸命協力しますということになるかもわからないけども、1年ってなるとやっぱり自分の人生もかかってるわけだからな、そうですよね、だからなかなかやっぱこうそう簡単にいくのかなっていうふうには思うけどね。確かにそうです、もともと中日の選手だからさ、出身者だから、いやいや、その1年間でも協力してくれと、その後は、ね、こっちの方で考えさせてもらおうかなって、いうことであればまだ話は別問題になってくるかもわからないけども、1年で勝負かみたいな、それもお得意あっていいけどな。そうか、あと1年だったら今の仕事と家族がどういう兼ね合いを取るかっていうところもあるでしょうし、そうだな。ただこの最後の締めくくり、スポーツ報知が報じているのは、ただ球団初の2年連続再開が確定すれば、来季が3年契約の3年目となる立浪監督の去就が不透明になる可能性もあるというふうに話しているので、これは来シーズンも必ず立浪監督がやるっていうのが 100% 決まってるわけではまだないっていうことなんですかね。立浪監督と話してた時にはこのままでは終われない、で俺は中で入ったら本当に一生懸命やってるんだよね、でなんとか勝ちたいとか、なんとか選手を形にしたいとか、そういうことを思ってるわけ、でね、新庄監督とも前話したっていう、動画にもしたけども、やっぱね、3年で何かを成し遂げるってなかなか難しいよ、そしたら新しく監督を変えたとしてもまたそういう堂々巡りになってくると思う、ここは腰据えて、俺は立浪監督にあとじゃあもう3年やって形にしろと、
その形になるんだったら切腹だみたいな、うん、今ちょっと古いな時代、まあ時代劇の話ですけどね、まあそのぐらいの覚悟でやってくれと、うん、いうようなことだと俺形になってくると思うんだけどね、うん、このままの選手の質とかいろいろ考えると、うん、やっぱ時間がかかるよこれは、うん、時間かかる、うん、だからここら辺はどっしりいくのかもう早期に変えちゃうのか、はい、これはもう球団の判断かもわからないけどもやっぱり一生懸命やってるからな、うん、やっててもまあ結果が全てって言えばさ、うん、まあ、それまでなんだけどもでもまあ組閣して変わればいいけどな。そうですね、うん、いい風に変わっていければ風通し良くなればいいなと思うんですが、じゃあプラスアルファ、まあ、組閣というか、まあ、配置転換もそうですけど今中日に例えば必要なコーチ陣とか呼ぶんであれば皆さん誰が例えばいいんじゃないかとか思い当たる方でいますか。この人来たらちょっと変わるんじゃないかとか。あのね、内野守備総理コーチ、野手総合コーチに吉彦さんだよ。もう頼むって、走塁から何からってやかましいからあの男は、はい、熱いから、はい、あプラモデル作るの好きなんだよ、細かいことまですごいやるから。あそうなんですか。ああもう暑さ、うん、今必要ですね中日にも暑さが。あのね、阪神がなぜ落ち着いてできたかって言ったら、うん、コーチの年齢がある程度高いんだよ、みんなそうですね、うん、だからやっぱその言葉 その説得力とか、うん、そういうのがあるんだ、うん、だから吉彦さん呼んできて俺ヘッドコーチやるか年齢がぐっと上がります。吉彦さんこうちょっと引っ張る人がいないといけない。そうそう、あの暴走して暴走するからそれ引っ張る感じで、引っ張る。ああ、もう熱く語っていくから。そうですね、熱いですもんね。まあ、でもこれ冗談から困るっていうのがあるからな。いやいや本当にありえたりしますよ。まあまあ、いや YouTube のスタッフが怒るから、ね、あそうですね、行かれると困るっていうのはね。そうそうそう、まあまあだけど片岡の熱さとかね、うん、そういうのも必要だし厳しさっていうのも必要だし、うん、もう吉彦さんはコーチという観念に入れない、うん、とにかく選手と遊ばしちゃう遊ばしながらあちょっと教えてって、うんうんうん、ね、やっぱり吉彦さんで俺はね、うん、よく話をするんだけど選手を攻めてるコーチがいるけども、はい、いやいや攻められるのはコーチだっていう、うん、できないのはコーチの責任だからっていう、うん、コーチの立場っていうのをすごく分かってる人だから、はい、だから俺はいいのかなっていうふうには思うけど、ね、そうですね、やっぱ厚さもあるし厳しさもあるし、やっぱりね中日って言っても守備がボロボロミスが出てきてるのでそこをグッと締めるっていう意味でも、うんうん、そうか、そこなんかチーム垣根越えて入ってくれると。いや、吉久さん垣根とか関係なく、うん、やっぱ人が好きだから、うん、で教えることが好き、はい、ね、だから熱さもある人だから、うん、できなかったら俺の責任で責任も俺が取ってやるみたいな、うん、そんな感じの人だから人を育てるっていう意味では俺吉久さんなんかすごくいいと思う、うん、吉久さん見てる見てるかもしれないですねいや本当本当、そのキャンプだけの臨時コーチではなくてその中日にコーチとして来てほしいっていう、やろうよみたいな、うん、できるだろお前らみたいな、うん、いいか一歩のリード半歩のリード、ね、この違いって分かるかみたいな、はい、そっから行くよ。帰塁ってなんだって、うん、スタートってなんだってそっから行くよ。帰塁って帰るんじゃないんだよ、逆に走ることなんだよみたいな、はい、走ったら速いだろって気流なんか、うん、その分リードは取れるだろうみたいな、こっちに走る意識を持てばみたいな、うん、まあ、そういう教え方をしていくと思うんだけど、根本的なところから始めるっていうところですよね。分からなかったらできなかったらできるまで教えるからしつこいからすごそう。いやいや、あの人はやっぱ熱いよ、うん、この時代に必要ですねそういう方は。いや、やっぱね、うん、仕事って熱量だから、うん、だからその熱量がある人じゃないとやっぱ人は教えられないし、うん、人を触っちゃいけないと思う、うん、そうですよね。あとなんか例えば戦略コーチとかもそういうのって必要になってるんですか。戦略な、戦略なんていうのは立野の頭の中にあると思うよ。ただアドバイス的にこうできるとかね、はい、うん、そういう人はまあ置いた方がいいかもかな、何種類か、はい、まあ、監督って本当にね、もうホワイトボードに選手の名前が書いてある、こう見ながらラインナップを見ながらこうやってどう入れ替えていくかどうしようかみたいな、うん、点が取るにはどうしたらいいか、誰をここに誰ですか、もう本当に考えてるから、はい、そしたらやっぱり横に3分がいて
監督ここ今日フリーバッティングでどうのこうのでこうこうこうでしたよって、ね、だからここ多分エンドランがいけるかもわかんないですよとか、うん、まあいろんなことを言える人じゃないとね、うん、ダメだな、暑さな、そうですね、暑さが必要ですよね。立川さんにバッテリーコーチ入れたら喧嘩したら困るしな、吉岡さんとコーチこの2人のバトルって熱いからね、こっちが熱くなっちゃう、熱くなっちゃう、選手が冷めちゃいますよね、冷めちゃう、いや本当にやっぱカープって熱いですね、熱いんだよ、もう本当に熱いから、ね、そうだな、なんかね、中日のコーチってどうしてもおとなしいイメージが、そうだな、うん、あるので、山崎隆三とかもいいかも、これをね、はい、この技術を教えるには、はい、熱さはないよあんまり、うん、熱さはないけどやっぱこうしっかり教えていくっていう意味では山崎隆三なんかはいいかもからね、二軍に置くと、あ、二軍に、あ、うん、で育てるってことですね、育てるっていうこと、もう基本的なことから全ていますね、でも上げればなかなかもう絞り込んでるから俺の頭ででも年齢がある絞り込みすぎだよでも確かに今の監督コーチって年齢がやっぱり選手とねちょっと近かったりとか若い方多いですもんね、そうだね、うん、やっぱりこう厚さを教えていく、うん、まあ、そういうことってすごく大切なことだしね、うんうん、だからそういう人たちが来るといいけどな、そうです、いいけどなって俺のチームじゃないからさなかなか言えないけど、確かに、まあでも本当にね中日が取り残されてる感じがするし、はい、だから熱さ、うん、そういうことを持った人がいいな、はい、そうですね、私利私欲に走らない人、うん、吉子さんはジンギスカン屋さんがあるからもう多分いいそうですね、まあでもそれなりにねお金を出さないと、あっさん、あ、もちろんね、それただでは働けないよ、いやもちろん出してあげてよってね、うん、膝打ち股でくるからえ、そうなんですか、ちょっと膝悪いからね、あ、あ、そこで打ち股でこうでもやってくるから、そうなんですね、そうそうそう、でも暑さあるそうですね、暑、はい、い方にやっぱコーチとかね、まあ、やってほしいなっていうふうに思いますね、はい、はい。